マリウポリ周辺に強制収容所か、米大使、住民連行と懸念、米国のカーペンター、中央州、安保協力機構、OSCE、大使は2日、国務省で記者会見し、ウクライナ南東部、マリウポリ周辺に、ロシアが強制収容所を、少なくとも4つ設置し、ロシア軍が制圧した、他の地域にも、複数あるとの見方を示した、ウクライナの住民を、捕らえて連行していると、懸念を表明した、カーペンター氏によると、強制収容所で、ウクライナ政府との関係を、疑われた人物は、暴行や拷問を受け、殺害されたり、失踪したり、するケースもある。尋問を経て、ロシアや親ロ派支配地域に、移送される人もいるとしている。